ハロー YouTube、ニーハオヨークワン、リンチーです。ですね、今回はね、ちょっとリクエストがあったんですけども、安倍総理退任後の、日米中、これからどうなるんだろうっていう、そんな感じのお話ですね。結論から言わせてもらうと、ちょっとね、中国に対して厳しい感じになるんじゃないかなって思います。なんでかっていうとね、この安倍総理っていうのが、比較的中国に対していい感じの総理だったんですよね。で、次の総理が同じかちょっと厳しくなる可能性が高いんじゃないかなって、思われますね。で、日本国内のことを言わせてもらうと、この安倍政権っていうのはね、相当国内の企業のね、株をね、買い支える、総理大臣だったんですけども、これがね、今後続くかどうか分かんないので、今ちょっと日本の株価下がってますし、これからちょっと、厳しい感じに、なると思います。はい、さてね、日米中、どんな感じになるかっていうと、これまで中国っていうのは将来なんか民主化するみたいな期待を持たれてたんですよね。で、現状をこれはありえないなと、日本も、アメリカも、ヨーロッパもね、ヨーロッパ諸国もね、気づいてしまったんですよね。だからね、今後はね、明確に商売していくと思う。だから優しめに技術だけ渡すみたいな、そういうことをしなくなっていくと思うんですよね。この技術を渡すんだったら、はい、いくらねみたいな、この商売やるんだったらまずは市場を開放してから、それが目に見えてからやりましょうみたいな、現象が増えていくと思いますね。だからもう本当に、ドライにお金だけの、関係になっていくんですけども、だからね、これから中国の、国内の生活水準下がっていくんですよね、それなりにね、全体としてですよ。だから中国の強みって何だったかっていうと、廉価な労働力だったわけなんですよね。だからその廉価な労働力にやらせていた、仕事がですね、今東南アジアに逃げるフェーズなんですよね。だから中国ややこしいや、めんどくせえやみたいなことになってるんで、それでなんか、それでも一部はその中国に残るんでしょうけども、だから今さ、日米の企業がどんどん撤退してるじゃないですか。だから、それでも一部残るんでしょうね。だからそんな感じになっていくと思います。中国っていう国がコアテクノロジーが本当にない国なんで、皆さんが思ってる以上にない国なんですよ。で、世界中から部品を集めてそれを組み立てて売ってる国なんですよね。だから今後は例えばね、アメリカがね、これしてくれないんだったらこれあげないよみたいな。だからこの前のほら、ホアウェイの問題、ホアウェイの問題でさ、こんなことするんじゃね、TSMC のチップセットを買えないようにしてやるみたいな感じでね、だからホアウェイがのさ、メイト40プロで打ち止めだってことになってるじゃないですか。キリンの CPU はね、これからさ、他の CPU でやっていくのかどうか分かんないんだけどさ、そんな感じの現象がね、これから起こっていくと思うんですよね。だから日本でもさ、韓国に対して、フッ水素売らないよって、フッ化水素ってなんか半導体作るときに、その半導体を洗うのに、非常に重要ななんか液体みたいな、そういうのがなんかほぼほぼ日本でしかハイクオリティなものは作れなくて、それを売らないよと。で、それを売ってくれないと韓国の半導体産業が厳しくなるみたいな感じになってるんですけども、なんかね、一瞬思うんですけど、それのせいでなんか TSMC にさ、ちょっと一瞬遅れとってんのかなみたいな、そんな感じが、するんですよね。だからそれをね、なんか世界中がね、中国に対して、やっていくと思う。だから今までさ、中国、イケイケでさ、最新のスマホっぽいの出してたのがさ、それがさ、もう平均的にはさ、なんか P
P20 ライトって、まあまあ一昨年ぐらいあったじゃないですか。まあまあなんかミドルレンジのスマホだから、なんかスマホがさ、作れるスマホがさ、あの全体的になんかミドルレンジになっていくんじゃないかっていう、なんか全体の雰囲気としてね、あのそんな感じになっていくと思います。だから中国がさ、あの自力でその自立して何らかのコアテクノロジーをあの開発していくっていうのが見えないのよ本当にね、中国人ってね、あの 何かをパクろうパクろうパクろうっていう頭しかないのね。でこれを覚えたらなんとかなるとか、そんな風にしか考えないんですよ。なんかいつも言ってんだけども、いいから、何でもいいから自分の頭で考えてみろって、一から考えてみろって、他の人がやったこととあの違うことを考えてみろって、違う方向性で考えてみろって、答えを過去に求めるんじゃないっていうことを言ってるんですけども、あの分からないんですよね。なんかいつものあれですよ、あのこれ伝統だからってね、大体あの伝統とか文化とかね言う人ってね、ちょっと人間のレベルが低いあの人たちなんでね、文化ってね、悪いものをごまかすときに結構よく使うんですよね。なんて例えばね、中国茶美味しいよね、うん美味しいねって答えると思うんですけども、あの酒飲みすぎると体に悪いよねって言った時に、あのこれは文化だって言われるんですよね。あ、ということは文化って悪いもんなんだなっていうふうにあの僕は認識、してるんですよね。だからまあまあ、 あのレベルの低い人間ほどその過去にもうあるものを大量に暗記して、その暗記量を自慢するんですよね。だからまあこれがね、あのパクリの精神にあのつながってしまって、あの永遠に独自のものを持てない、あの、まあ、他国のものを超えられないっていう、なんかまあ、中華の呪いがね、あのそこにあるんで、それがね、まあ、まだまだ続くと思う。もう向こう10年とかあの厳しいと思う。で今さ、まあ、正直言って中国国内ってあの若い世代の方がさ、あの人間が、まあ、まともなんですよね。だからおっさんの方がさ、ワイルドひどいし、酒癖悪いし、あのタバコ癖悪いし、でそれで妙な理屈言うんですよね。それでさ、なんかそいつらが権力握っててさ、あの若い世代にさ言うこと聞けみたいな、あのそんな風にやっていくんですよね。だからですね、なんていうかな、なんかそのおっさん世代を切っていく速度が速ければ速いほど中国はね、あの早く発展していくと思う。もうね、もう中国ってね、あの倫理法っていうんだけども、005だけでいいんじゃねえかなって思う時がなんかあの時々ある。まあ、005がなんか、005ってあの2000年生まれね、2000年生まれのやつらだけにして、こいつらがなんか新しいものを勝手にあの考えていった方がね、あのより発展するんじゃないかなって思う。あのね、まあ、中国国内にもちゃんとものを考えて新しいものを開発していこうっていう人はやっぱいるんですよ、ちゃんとした人はね。でもね、やっぱね、上にね、あの国家企業が入ってくるんですよね。例えばね、その国家企業のさ、一番でもないけどさ、結構めんどくさいやつ、あのあれガスステーション、オイルステーション、なんていうの、あら、ガソリンスタンド、あの、名前忘れたんだけど、なんかそのほら、まあ、国家企業のそのガソリンスタンドの会社があって、あのオイルガスの会社があって、もうそこがね、もう国のそのオイルガスの、ガソリンのね、あの全部占めてるんですよ。もう全部コントロールしちゃってるんですよね、値段ね。それがね、バカ高くってさ、この前ね、例えばね、石油の価格がさ、先物価格がさマイナスになった時あったじゃないですか。で、あの石油の価格がさ、なんか世界中でマイナスになってるのに、なんでお前のとこのガソリンの価格だけ下がんねんだよっていう、そういう笑える現象が起こってたんですよね。だから、まあ、中国国内じゃさ、ほらガソリン のポリバケツのあのほらタンクがさ高くなったりとか、なんかそんな話が笑い話があったんですけども、そういうさ、なんかもう呪いのような国家企業がね、中国ってたくさんあるんですよね。で結局この国家企業バン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 潰していかないと、その中国って発展できないんですけども、あのなぜかそういう方向にはいかないと。で言ってるのはね、僕いつも言ってるのは売獣ですよね。売獣でそのおっさんたちが岩平って、あの岩平ってあの乾杯っていう意味ね、あのやって、そのコネクションを作って、もう本当に真実なんかどうでもいいんですよね。その岩平でね、あの売獣飲んでコネクション作った、その世界だけで生きていくのが
あのおっさんクオリティなんで、あのおじいちゃんクオリティなんで、そういったおじいちゃんにはね、あの早めに丁重に、老人ホームに入ってもらって、まあ、バイジュ飲んでラリっててくださいみたいな感じでね、あの、まあ、なるべくね、その早いうちにその若い世代が、中国を動かすようになっていった方が、あの、まあ、中国社会っていうのはね、健全に発展していくんじゃないかなって思います。てかね、ほぼほぼあの確実にね、あのそうなっていくと思います。はい、それでは皆さん、リンチーでした。この動画がいいと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。再见。